はい、どうもお世話になっております。機動戦士ガンダムシードエクリプスよりフルメカニクス100分の1エールカラミティガンダムです。はい、こちらプレミアムバンダイで発売されたキットで2022年4月発送、販売価格が、5500円となっています。さあではまず商品ページの説明文の方を、要約して読み上げたいと思います。公式外伝漫画機動戦士ガンダムシードエクリプスより大西洋連邦が開発したモビルスーツエールカラミティガンダムがフルメカニクスで立体化。フルメカニクス100分の1カラミティガンダムをベースにメカデザイナー阿久津淳一氏により書き起こされたギミック内蔵の専用武器と飛行モジュールを新規造形で再現。空戦用複合兵装アドラーは多軸構造により様々な稼働ギミックを搭載。ウォーハンマーモード、ライフルモード AB、ジャベリンモードの4種へモードチェンジ。パーツの差し替えなしで変形が可能。肩部に装備された 57mm 2連装ショルダーキャノン、220mm 4連装多目的ミサイルポッドは稼働ギミックを再現。前腕の小型シールド、ビームガントレットは、ビームサーベルとして着脱、展開ギミックを搭載。ビームエフェクトパーツが2種類付属。大気圏内での飛行を可能とする専用飛行モジュールは、バックパックの両サイドに装着される。推進ユニットと主翼で構成されている飛行モジュールが、トップヘビーなシルエットを作り出す。エールカラミティガンダム用にデザインされたコーションマークや機体ナンバー、ラインマーキングを収録した新規デザイン、マーキングシールが同梱。はい、ということですね。ベースとなっているのは2021年の6月に発売されたカラミティですね。本体部分は基本的にそのままカラミティの成型色違いとなっています。ただし、エールカラミティでは、ショルダーアーマー部分が武装装備したものに造形が変更されています。そして説明文の通り、カラミティからは武装が一新されていて、バズーカやシールドは付属せず、代わりにハンマーのような手持ち武器と、両前腕にビームガントレットを装備します。そしてカラミティでバックパックに装備されていたシュラークは、飛行モジュールに変更されている。ということのようですね。すなわち新規の部分はショルダーアーマーのほぼ全般、武装一式、そして背部の飛行モジュールということになるようです。はい、それではエールカラミティの登場作品である機動戦士ガンダムシードエクリプスの簡単な作品概要から、まずは確認します。機動戦士ガンダムシードエクリプスは、機動戦士ガンダムシード MSV ニュープロジェクトの一つで、月刊ガンダムエースに連載される、機動戦士ガンダムシードシリーズの漫画作品。機動戦士ガンダムシードと機動戦士ガンダムシードデスティニーの間に位置する、後に空白の2年と呼ばれることになる、コズミックイラ72年のオーブ国際救助隊、オーダーに所属する少年辰巳ホーリーらの活躍を描く物語。本作ではアニメ劇中で触れられなかったオーブ五大種族の騎王家や後のオーブ軍の主力である可変モビルスーツ村雨とのミッシングリンクとしての一面もある。はい、ということです。ちなみに本作の主役機は、2021年にマスターグレードで商品化されたエクリプスガンダムということになりますね。はい、それでは続いてカラミティについてですが、まず最初にカラミティについて、続いてカラミティのバリエーションであるソードカラミティ、ブラウカラミティ、最後にエールカラミティについて確認していきたいと思います。はい、それではまずカラミティガンダムについてです。カラミティガンダムはテレビアニメ機動戦士ガンダムシードに登場するモビルスーツ。地球連合軍が生体 CPU ブーステッドマン用に開発した3機のうちの1機で、オルガ・サブナックの搭乗機として劇中後半より登場する。アズラエル財団傘下の国防連合企業体が初期 GATX シリーズのデータをもとに開発した後期 GATX シリーズの1機。
光線火力に重点を置き、バスターガンダムの後継機にあたる機体、トランスフェーズ装甲の採用に伴う省エネルギー化により充実した火力を持ち、視野の広い後方からの火力支援を得意とする特性から指揮官機としての側面も有している。ザフトに厄災を呼ぶ疫病神としてカラミティの開発コードが与えられた。多数の火砲の搭載と同時に機動性の確保も考慮され、バックパック、肩部、脚部、サイドスカートといった各部位にスラスターを設置している。同時に重武装機でありながら機体は軽量化されている。単独での大気圏内飛行能力は有していないが、地表や水上をホバー走行することができる。高性能の代償として、その操縦には精神的、肉体的な負担が発生したため、ブーステッドマンの登場を前提としている。前期 GATX の5機よりもさらに性能を特化させた機体となっているが、同シリーズの X25 にフォビドゥンガンダムや X370 レイダーガンダムと連携することで機能を補う。またカラミティは連合内での万能機開発計画であるリビルド1416プログラムと名付けられた並走乾燥方式のベース機としても選定されている。これは X105 ストライクのストライカーパックシステムをより細分化させ、ベトロニクス、アーマー V、蛍光、内蔵武装ら機体内外を改変し、あらゆる環境に適応した機体を目指したもので、その実証機として GATX133 ソードカラミティが誕生するものの、後に連合内での万能機開発ベースは105ダガーをメインとして計画に移行する。はい、ということです。では続いてソードカラミティについてです。ソードカラミティガンダムは雑誌月刊ホビージャパン連載の模型連動企画、機動戦士ガンダムシード MSV において初登場。砲撃型のカラミティをリビルド1416プログラムに基づき接近専用に仕様変更した機体、ソードストライカーに搭載された各武装の改良型を装備し、機体内部 FCS やメトロニクスのパラメータ変更も行っている。重火器を撤廃したことで軽量化され、機動性と運動性が向上している。搭載 OS も一般のナチュラルパイロット用に調整されている。 X131 カラミティと同時期に3機が製造されたが、初号機のみは X131 かっこオルガサブナク機とは別の増産モデルを改装する形で完成しており、改装部分以外のカラーが X131 そのままとなっている。運用データ収集後は他の装備に再度改装される予定だったが、戦局の推移により連合内での万能機開発ベースが105ダガーへと移行したため、第一次連合プラント対戦の時点ではそのままの装備でデトロイトの国防連合企業体工場に保管されることとなった。はい、ということです。では続いてブラウカラミティについてです。ブラウカラミティガンダムは雑誌月刊ホビージャパンの模型連動企画、機動戦士ガンダムシードデスティニー R にて登場。地球連合軍第81独立機動軍ファントムペインとハクタイオンインダストリー社主催の企業チームによる GATX シリーズ強化再生計画ハクタイオンプロジェクトに基づき完成した機体。開発はアクタイオン社の技術者であるバレリオ・バレリによって行われた。名称のブラウはドイツ語で青を意味する。ベース機の各種武装が2倍に増強され、驚異的な砲撃力を獲得している。この改修によって自重も増大したため、フロントスカートとふくらはぎ外側にスラスターを増設することで機動性の低下を抑えている。後に製作されたゲルプレイダーやロートフォビドゥンとの運用を前提に設計されており、人工知能を搭載した上で無人化を行い、トリオシステムと呼称される連携システムも導入されている。なおアクタイオンプロジェクトで開発された機体の1号機であるが、もともと高級機であるカラミティを再生産した上に追加武装に潤沢な予算をかけたこともあり、
プロジェクトの予算の約半分を食いつぶしてしまった。このためオリジナルの最盛期はカラミティのみで、残る2機フォビドゥンとレイダーは原型機を再製造する予算がなかったため、量産型であるフォビドゥンボーテクスやレイダー正式仕様をベースに開発することを余儀なくされている。はい、ということです。では続いてエールカラミティについてです。エールカラミティガンダムは漫画機動戦士ガンダムシードエクリプスに登場。メカニックデザインは阿久津純一。 X131 カラミティのバリエーション機でリビルド1416プログラムにより開発着手された。カラミティ系でも初期ストライカーパックと同様に、エール（飛行）、ソード（格闘）、ランチャー（砲撃）の3つがまずは計画されたが、軍の要請に従い砲撃系が先行して開発され、実戦投入された。砲撃系を優先して本体の設計も進められたことから、これを飛行に適した機体へと変更することは困難を極めた。結果として本機は3機の中では最後に完成を見ることになる。開発に時間はかかったが、空戦性能は軍部から要求されたスペックを満たし、さらに余力さえもあった。そのため本機をベースとして砲撃、格闘の機能を加えた IWSP カラミティとも呼べるような機体も開発が検討されたほどである。高い性能を有する本機だが、操縦が非常に難しく、機体はあるがパイロットがいない状態が続き、エースパイロット向けも含め量産は見送られることになった。はい、ということです。では最後にエールカラミティのパイロットジョエル・ジャンメール・ジローについてです。対戦後の世界で暗躍し、各地の武装勢力や反政府組織に武装を供与する組織アンティファクティスのリーダーと目される剣謀と術数の男にして卓越したパイロットでもある。出自は謎に包まれており、コーディネーターかナチュラルかも現段階では不明。彼の操るエールカラミティは小規模とはいえ、艦隊戦力すら短期で制圧する。はい、武装その他についてです。前腕のビームガントレットは着脱可能で、外して手に装備することができます。もちろん前腕に装着したままエフェクトの展開も可能となっています。空戦用複合兵装アドラーは4種の形態へ変形できます。デフォルトがウォーハンマーモードです。グリップエンドの銃口を展開し、ハンマーのヘッドの位置を変更することでライフルモード A、 またライフルモード B となります。そしてビーム波のエフェクトを装着してジャベリンモードとなります。はい、ショルダーアーマーの武装は 57mm 2連装ショルダーキャノンと 220mm 4連装多目的ミサイルポッドです。こちらは回転軸があり、ターレットのように角度変更が可能となっています。飛行モジュールに装備される 120mm 3連装ガトリング砲も回転軸があり、角度変更が可能となっています。ハンドパーツは武器に合わせた持ち手各種が付属しています。バックパック、また股間部に対応したスタンド用ジョイントが付属します。はい、合わせ目は本体では脚部下体、武装ではアドラー、ミサイルポッド、ガトリング砲に入りますが、いずれもわずかで目立つことはありません。はい、可動です。顎は上下に可動し、首に回転軸があります。肩関節の前方向への引き出しと持ち上げが可能です。
肩、上腕の付け根、手首に回転軸です。肘は180度近く曲がります。腹部に可動点があり、軽い前後屈と横方向への傾けも可能です。腰部も前後屈に連動して可動し、腹部と合わせて可動幅がより広くなっています。腰に回転軸です。腰部走行はフロントサイドリアとも可動し、横方向縦方向とも大きく開脚が可能です。股関節の軸は斜め方向にスイングします。大腿部に回転軸です。膝は180度近く曲がります。足首は非常に柔軟に可動し、地面の接地性は高くなっています。バランスが取れればギリギリ自立は可能ですが、スタンドがなければかなり不安定です。はい、ということで以上エールカラミティの組み立てとレビューでした。冒頭で触れましたが、本体部分は基本的にそのままカラミティの成型色違いとなっています。ただしエールカラミティではショルダーアーマー部分が武装を装備したものに造形が変更されています。カラミティから武装が一新されて、バズーカシールドは付属せず、代わりに手持ち武器のアドラーと両前腕にビームガントレットを装備します。バックパック基部は共通で、カラミティのシュラークに代わり飛行ユニットが接続されています。そして今回のキットに余剰パーツはほぼない状態ですので、カラミティを再現することはできません。それでは以上となります。どうもありがとうございました。失礼いたします。